テミストクレスの共造テミストクレスは、アテナイの政治家、軍人。紀元前493年から、紀元前492年まで、アテナイのエポニモスアルコーンを務め、アテナイをギリシア随一の海軍国に成長させ、ペルシア戦争の勝利を導いた。1955年からギリシャで発行されていた、900ドラクマ紙幣に肖像が使用されていた。プルタルコスによれば、 テミストクレスは、レオンティス部族のフレアリオイデーモス出身である。父ネオクレスは、アテナイ人の抽象貴族であるが、母は、諸説あって、はっきりしていないが日当てない人らしく、根結児とされる。勤勉で聡明であったが、独善的で名誉欲が強く、アテナイの有力者たちを求断した。特に、アリステーデスとは生涯対立したが、プルタルコスは、哲学者。 アリストンの伝文として、彼らが敵対するに至った理由は、双方がステシラオスという美少年を愛したためと述べている。アリステーデストテミストクレスは、様々な面で対照的であり、前者の家柄は良かったのに対し、後者は癒やしい家柄であったし、前者が精錬潔白で計り事を好まなかったのに、対し、後者は淡色をもいとわない天才的な策略家であった。 マラトンの戦い以降、皆が戦いの勝利を喜ぶ中ただ一人テミストクレスは大規模なペルシア軍の再来を予見した。紀元前483年頃にはラウレイオン鉱山の銀を使って三段海戦100隻の建造を決議した。この銀収入は本来市民に分配されるものであったが、テミストクレスはアイギナとの紛争に用いる船を建造すると語って、 市民を説得した。彼は陸戦での戦闘の限界を見極め、海戦を制すれば、ペルシアの大軍をも敗退させることができると考えたのだが、マラトンの戦いで指揮をとり、陸軍に自信を持っていたミルティアですらは、この決定を非難した。テミストクレスの予想は的中し、ペルシア王クセルクセス一世率いる大軍が来航した。その際、アテナイにおいて、 将軍の選挙が行われたが、民衆先導家のエピキュデスが選出されそうになったため、テミストクレスは金銭で彼を買収し、辞退させた。ペルシアとの戦いでは、将軍として主導的役割を果たし、紀元前480年のアルテミシオンの海戦では、一進一退の攻防を行い、サラミスの海戦においては、ペルシア海軍を撃破した。 サラミスの開戦直後に彼はクセルクセスに密かに使者を送り、ペルシア艦隊への手加減と、ペルシア王への行為をほのめかし、恩を売った。また、ペルシア軍の再来に備えて、ペーライエウスを建設し、これとアテナイまでの間に防壁を築き、トゥキュディデスの記述によれば、牢状の際には、ペーライエウスに避難するよう説いた。アテナイの増長を警戒したスパルタはこれに抗議したが、 スパルタに施設として赴いたテミストクレスは会議への出頭を延期し続けて、頂上完成のための時間を稼いだ。東編追放に用いられたオストラコン。ネオクレスの子テミストクレスと刻まれている。しかし、ペルシア戦争での功労をもって、必要以上に名誉と権力を欲したことから信用を失い、東編追放によって、アテナイを追われた。その後アルゴスに赴いたが、 性的によって反逆罪の罪に問われたのと、スパルタの将軍、パウサニアスの反乱に加担したとの権威をかけられたため、ケルキュラに落ち延び、エピロス、マケドニアを経由して、最終的にペルシアに亡命した。ここで国王に越見するが、あったのは、クセルクセス一世とするものと、アルタクセルクセス一世とするものがある。その際、テミストクレスは、 サラミスの開戦直後に恩を売ったことを持ち出し、ペルシア王から友好的に迎えられた。その後彼は一年間のいとまごいをして、ペルシアの言葉と慣習を学び、その後改めて小アジアのマグネシアを与えられた。彼は、ペルシア王からアテナイ遠征のための艦隊を率いるよう命じられたが、祖国に弓を引くのを良しとせず、毒を飲んで自殺した。ありがとうございます。